やってまいりましたということで、はい、今日はこのヴィッセル神戸100パックを開封していきたいと思います。例によってオークションサイトで安く購入しました。まあなのでまたレアカードが出るのか出ないのか、そして我々の大好きなイニエスタ選手がどれだけ出るのかチャレンジしていきたいと思います。はい、それではミステル神戸に着替えます。イニエスタ、じゃじゃん。1パック目ラウンジを取るときかいくらくらいですね。レギュラーカードが30種類、ゴールゲッターカード5種類、リーディングプレイヤーカードが5種類、はいですね。まあ狙うはやっぱりイニエスタとかセルジ・サンペールとかトーマス・フェルマーレとか酒井豪徳選手あたり。あ、前からダイヤ。あれ、これでもピックアップ取ったんじゃないですか。いくつかすでに開けてるのもあるので、これにピックアップが取ってるかもしれないですね。怖いちょっと。イニエスタだけ出たら横に避けとこうか。はい。オールハスかっこいいな。いや、イニエスタのキラー、あのさ、興奮するな。キラどうなしようで、2021年の J リーグのアップデート版も出るっていうことですね。はい、そこにはですね、移籍してきた武藤選手も収録されてるということで、武藤選手もキラ欲しいですね。欲しいですね。あ、井上志音選手、井上志音選手がね、元東京ベルギーの、はい、イケメン枠を。あ、山口小太郎選手のキラ、あ、当たりました。レギュラーカード30種類は全てキラカードが多分あるんですよね。全部に81種類だそうです。あー、いや、これはもう揃いそうだな。で、そのうちそのうち81種類のカードがランダムに5枚入っています。Jリーグのオフィシャルトレーディングカードは1パック7枚入ってますけど、はい、チームエディションは5枚ずつなんですよね。ちょっと厳しいですね。うん、まあ、それほど当たりやすいってことですね、狙い。そうだね。5、6パック。あ、いいですか、新しい。あ、出た、イネさん。ようやく出ましたね。あ、黒橋くんがキラーもあります。こんだけ開けてイネスタがようやく1枚ですか。はい。やっぱりイネスタ選手。あ、イネスタ2枚。お、出る確率結構低いんですかね。いや、多分ね、でかいと思います。いや、普通かな、普通。結構2、3枚出てる選手もいるから。うん。普通ですね。いや、
あ、ピースちゃん来た。お、来たやっと、やっと画面に映ってないですけど、やっと来ましたよ、キラやっとイニエスタのキラ来ましたよ。もうやっとですよ、やっとニエスタですね。ナナニエスタあー、あと2枚欲しいな。ここは揃いますね。じゃあ引き続き、引き続き、引き続き、めっちゃおる。リーディングプレイヤー、イニエスタ選手はリーディングプレイヤーではない。今閉じてないですね。いや、多分ね、アンドリス・イニエスタってチーム衣装のあれに書いてなかったので、うん、ないと思います、うん。じゃあイニエスタ選手はこのレギュラーカードとキラキラカードしかないってことだね。多分、あ、サインカードとゲームカードですね、うん。あと、ユニフォームカードっていうのがあって、あ、イニエスタ。これでも9枚ですね。イニエスタ。うん。急にイニエスタですね。急にイニエスタ&。ちょっと。急にイニエスタ、決まった。ハンちゃん。嬉しいね。やって。インフォームカードかな、これ。ちゃったかも。なんか違うカードが1枚混じってるような気もするけど、取ってきましょう。いきますか。いっちゃいましょうよ。ドドン。おー、すごい。すごい、すごい。ルームジャージーって書いてあるよ。ルームジャージーは何でしょうか。何のカード。え、すごい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 。赤いのカードなんですか。当たりじゃないほら。おー、すごい。このカードが2021ジェリル賞トレーディングカード、チームエディションメモラビアビッセル神戸に来るジャージーカードであることを証明します。出たー。いや、嬉しい。ジャージーカード、すごい。ジャージーカード、出たー。いや、すごい。思ったから100パック購入するとこういうことが起こるわけ。いやいやいや、すごい。いやいや、そんなことある。そんなことある。すごい。もう一枚出るかもしんね。ねえ、下に白いのあるし、先週のあるし。すごい。で、行きましょう。あ、またニュース入れた。
嬉しい。結果、イニエスタ選手のこのキラキラは3枚ですね。イニエスタ選手のキラキラは3枚、横に動かすとキラキラしますね。そしてイニエスタ選手のレギュラーカードは10枚。そしてこちら、ダダン、まさかのトーマス・フェルマーレン選手のジャージーカードが1枚入ってました。すごい。はい、ということでヴィッセル神戸チームエディション100パック開けてきましたけれども、イニエスタ選手がトータル13枚です。ということはですね、まあ100パックなので今計算したら、まあ7パックか8パックに1枚ぐらいはイニエスタ選手が出るという計算でしたね。はい、でキラキラのイニエスタ選手を出すには30パックに1枚ぐらいの確率ということで、結構渋いですよね。あとはジャージカードの太さが、うん、普通のレギュラーカードよりもでかいです。確かに。まあ、ということは、なんかこうやって触ったら分かるもんなんですかね。でも今回は、まあ、また入っていたということで、とても嬉しい限りでした。ということで、ヴィッセル神戸のこのチームエディションはですね、きっと J リーグ屈指の人気を誇るんじゃないかなというふうに思いますけど、我が家はオークションサイトで安くいつも買ってるんですが、ぜひ皆様も購入してみてください。ということで、以上。今回もヴィッセル神戸開けていきましたが、またお会いしましょう。ありがとうございました。